支配文書とは和紙の使用済みの面を保護としてその裏面を利用して別の文書が書かれた場合に先に書かれた面の文書のことを言う。後で書かれた文書が主体となるので先に書かれた文書が支配となる。裏文書とも言う。古くは和紙が貴重品であったために使用済みの面を保護として白紙の状態である裏面を利用して別の筆記を行っており。 六弁紙と並んで和紙の再利用法として活用されていた。また、支配を利用されるのは古文書ばかりではなく、不要になった転籍が利用される場合もある。奈良時代から愚中歴の余白部分に日記を書く、習慣が生まれたが、書ききれなかった部分を支配に追記して記述した。他に、後日、保筆、聖書作業を行うことを考慮し、 そのための参考内容を調達の容易な支配を利用して執筆した文書などがある。万葉仮名、仮名消息など、仮名の発達史上、重要な支配文書が多くある。また、長期保存する必要のない動産管理の文書も見受けられるため、庶民の財産状況を知る手がかりにもなり、資料価値が高い。支配文書として用いられた元の文書は廃棄しても、 差し支えがない文書、すなわち重要な公文書や民間の権利文書ではなく、日常的事項について書かれた書状など、短期的な役割を果たした後は保存の必要がない文書が多く、それだけに全体の断片のみの情報に限定される可能性の問題はあるものの、支配文書からは公的な文書では伝えられることのない、日常的な情報を見出すことも可能となる。 小僧院の中倉に収められている文書を小僧院文書という。古籍などの律令国家の公文書が保護として東大寺に渡り、その支配を東大寺は記録誌などに利用した。そうで見、小僧院万葉加盟文書など数多くの支配文書がある。千葉市が用いた行政文書を千葉市の家臣府、きつねしが日蓮に譲り、日蓮が 弟子団内の手紙などに使った、中山法華教授などに所蔵されている、平安時代から江戸時代にかけて書かれた公家や僧侶の日記。もともと日記は愚中歴の余白を用いて記されていたが、各スペースには限りがあるため、愚中歴の裏側にも記入され、さらに全く違う裏紙を継ぎ足して続きを記すことも行われていた。転籍や、 経典の素材としても、支配文書が用いられていたが、後者の場合には執筆者の没後に、遺族や関係者が、支配に謝経を行って個人へのけようとした例がある。伏見天皇が父である、御深草天皇の没後に、その生前の書状の支配に、北家ケ行を謝経した者が、妙蓮寺に現存している。また、永存の書状の裏にすり移された、半やり修行が、災害寺や、 ホッケジに残されているが、これも同様の趣旨であったと見られている。ありがとうございます。